ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、上岡龍太郎さんが亡くなり、はい、私が、まあ、今年で49歳になる男なんですけども、はい、20歳ぐらいの時にパペポテレビっていう、うん、まあ、大阪の番組なんでしょうね、うん、それがまあここあの愛知県なんですけども、はい、水曜日の深夜だったかな、うん、にやっていたんですよ、うん、で好きで見ていて、うん、まあ、今 YouTube に上がってるのは、まあ、違法のものなんでしょうけども、うん、はい、昔を懐かしみと言いな、はいはい、思いながら、まあ、やっぱ話も面白いのでね、うんうん、見ておるんですけども、鶴瓶さんと上岡龍太郎さんがやってらっしゃってて、はい、わしもう46やで、うんうんうん、って言ってるんです、ね、はいはいはい、で上岡さんが、うん、そんなこと言ったら、うん、私は54歳だったかな、うん、4やみたいな話をしていて、はい、あ、この時の鶴瓶さん、はい、俺よりも年下やんと思ってもうその僕が20歳ぐらい、はい、でもう当時から鶴瓶さんは、うん、まあ、何だろう、もう若手芸人じゃない、うんうんうん、もうちょっと上のクラスの芸人さん、はい、もう、うん、今と同じぐらいの感じ感覚のところでいらっしゃり、うんうん、ダウンタウンさんとかはまあ今の同じような絡み方もしていてですね、はい、うんうん、あれで46歳かと。で僕49で、はい、この手たらく、はい、なんか昔の大人って、はい、大人に見えるんですよ、はいはい、僕が20歳、まあ、うん、もっと言うと、まあ、山田玲司さんは言いますよ、うん、14歳の時に見ていた、うん、見ていた、うん、そのアニメとか、はい、漫画とか、うん、ドラマが、うん、今の君を形作ってるんだよって言いますけど、うんうん、僕当時一生懸命見ていたのが、うん、危ないデカ、うん、で多分あそこに出ていた、はい、タカ&ユージ、うん、柴田恭兵さんと、うん、舘ひろしさんは僕よりも年下なんですよ、うん、年下、もう30代ですよね、多分30代ぐらいなんですよ、はい、で中村徹さんが多分20歳ぐらいで入ってきたばっかの刑事、はいはいはい、みたいな感じでしたから、うん、で当時なんかそのボーナスで新しいスーツ買ったんだよ、うんうん、みたいな話とか、うん、朝ごはんを、はい、ホテルでモーニングを食べるとかね、うんうんうん、あの英語の新聞を読みながら、うんうん、で犯人に情報提供してもらうと、うん、1万円をねじ込むんですよ、うんうん、で中村徹はそれをなんか、うん、1000円とか入れて、うんうん、なんだよチャッチーなみたいなこと言われてるんです、ね、うん、僕今1万円入れられんぞってまあそれ価値じゃないですか、お金の、お金じゃない情報の、まあ、でもあれ領収書出ないんですよ、領収書出なくてもそれで10万円儲かるんだったら全然入れれるじゃないですか、犯人捕まえて、まあ、警察だから捕まえてどうこうなるか分かんないですけど、はい、というのを見ていて、うん、例えばこのコメントでね、うん、多分大学生なのかな、うん、コメントの返信が温かくて、うん、いや我々っていつもコメントにコメントを返すじゃないですか、はい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 、それが温かくて、うん、コメントをしたくなったと、うん、で INFP の多分女の子なのかな、勝手にストーリー作りますからね今年で大学2年になって、はい、やることすべてに劣等感がつきまとうと、うん、でその劣等感は周りとの差を感じていたので、うん、部屋に閉じこもってしまい、うん、周りとの関わりを絶って、うん、自分と向き合い続けましたと、うん、しかし実際は理想の自分と現在の自分の差の方が、うん、強く劣等感に結びついていたのだ、うん、で INFP と判断されてから思うようになりましたと、うん、で今年は休学をして、うん、自分を理想の形に、整形するなる形とかに整形する1年にさせてもらいましたと、うん、周りからの遅れに不安はありますが、うん、頑張ろうと思いますなんて、うん、返信をいただき、はい、まあ、我々はそこに返すんですけど、うん、彼女から見ると、はい、彼かもしれないが、はい、この、大学2年生から見ると、うん、私たちはどういう大人に映ってるんだろうって変な大人で例えば僕から見る、例えば最近この YouTube とかでね、うんうん、ホリエモンさんとかを見ていると、うんうんうん、ちょっと大人に感じるんですね、うん、年は2つしか変わらないんですけど、はい、そうすると
持ってるお金の額、はい、額から来る自信が大人を形作ってるのかな、うんうん、そうすると別に持ってるお金じゃなくて自信って話じゃないですか。あ、僕は今勝手に自信イコールお金にしちゃいました、ね、お金にしたけど、お金がなくても自信があればそう見えるんじゃないかな、借金が多くても。いや、今何を悩んでるかっていうと、はいはい、まあ、この我々の立ち振る舞いがね、うん、大人ポジション、はい、僕たち、はい、こんな大人になりたいなら、うん、こんなことするといいよってやってるのが、うん、例えばホリエモンさんとかね、うんうん、まあ、広末さんの件でちょっとツイートにも上がった、はい、ロザンっていうコンビの、うん、宇治原さんとか、うん、菅さん、うん、みたいな、その、うん、ちょっとキリッキリみたいな感じでやるのがいいのか、はいはい、ただその、うん、最近バズってるのって、うん、例えばこの社畜 OL とか、はい、うん、この我々がこのフォローさせていただいてます、うんうん、里前さんでしたっけ。あ、里前さん、里前さん、このいろいろ分析する人のところでも、うんうんうん、その10万円を100億にしたっていうサムネと、うん、脱サラ開業キッチンカー、うん、8ヶ月で即廃業、うん、どっちが人気が出るかっていう、どっちが回るかっていうと、うん、脱サラ開業キッチンカー8ヶ月で廃業、うん、貯金残高228円、うんうん、の方が回るんですね、うんうん、要はなんかこのダメなんですよ僕たち、うん、でも、うん、やるのが回るのか、うん、確かに僕が見てるのも、うん、戦力外っていう、うん、デブなおっちゃんが、うん、プリウスアルファの中でご飯を食べるっていう、うん、動画をよく見るんですね、うんうんうん、負けサラリーマンみたいな人が、はい、社宅で柴犬と一緒に、うん、あのすごいみすぼらしいご飯を食べる、はい、っていうのはよく見るんですよ、うんうんうん、っていうとなんか失敗を見せて、うん、いや僕たちも失敗してるよっていう話をした方が、うん、でも大した失敗してないじゃないですか。っていうか普通にやってますよ。普通の失敗じゃないですか。脱サラキッチンカー失敗みたいなレベルの大きな失敗じゃない。うん、普通の失敗は多分みんなしてるんで、そんなになんかすごい失敗が見たいんじゃないですか。ザマーなのか、なんか、まあ、自分よりすごい失敗してる人がいるなのかわかんないですけど、まあ要は普通じゃないのが見たい。ああ、多分我々普通じゃないですか。の失敗、普通の失敗まあ普通の人がする程度の失敗、まあなんとかそこでもがいてるんですけどね、はいはいはい、っていうと、うん、社畜 OL と一緒じゃないですか立場的には、うん、日々会社に行って、うん、いろんなダメ出しをされて、それは OL だから打てるんじゃないですか。ああ確かに、あのね、こっから下なんですよ写すのは。はいはいはい。で歩いてるとことかでちょっとなんか、うん、綺麗なんだろうなっていうはいはい、のは、うん、まあ我々のところにも出ていただいた、うんうん、あの焼き芋屋を目指す脱サラ OL、はいはい、桃子さん、はい、瞬時に抜いていきましたけど、はいはい、やっぱそういうのが見たいんですかね。そういうのが見たい、まあ、綺麗な女性か、うん、あのとんでもない失敗、とんでもない失敗、すごい下の方にいる人たち、うん、でも彼らも多分40万人とかいるとまあまあもらってますよね、 YouTube まあまあもらってますよ。あ、だからまあ失敗したらネタになるかもしれないですよ、何かすごい挑戦をしてっていうのを考えながら、その我々はその大人としてなんかその大人なだからこういうことをやるといいよっていうのをやるといいのか、どっちなんでしょうねと思って。どっちができそうですかっていうと、僕貯金残高今もうまあまあ大したことないですよ。うん、228円じゃないですけど、でも世の中には借金の方が多い人がいるじゃないですか。僕も借金はありますよ。住宅ローンぐらいですよね。77まで払う住宅ローン住宅ローンぐらいはみんな普通にあったりするじゃないですか。あ、この辺をね、だから、うん、どの立場で立ち振る舞えば、うん、僕としてやりたいのは、うん、それはあの大学生のみんな集まれと、うん、僕の言うことを聞けと、うん、でかっこいい話をできた方が、うん、やっぱ格好はつけたいじゃないですか、うん、でも説教はダサいって言うじゃないですか。ダサい今日じゃないにしても、僕はこんなにこんな失敗をして、うんうん、今ようやくここまで来たよみたいな、うんうん、
だ失敗して成功する必要がありますよね、ストーリー的に。同じ地平線上でもがいてる人の話は役に立たんって話ですね。わかんないですけどね、僕はそういう動画を見ないので。そういう動画なんですか？私はなんかスピリチュアル系が好きな男子みたいな感じで見てますけど。あ、っていうかあのそういう社畜 OL とか、はい、そういうなんかプリウスでご飯食べてる動画とか見ないですか？見ない。その失敗した動画とかも見ないし。どの動画見ます？里舞さんですよ、統計学とか。ああなるほど。あと都市伝説10とかという、はい、これなんか皆さん何かお知恵があれば、はい、拝借できればと思っております。ごきげんよう。